エリカ。ジャッジ王者は10対9。デビュー戦ぐらい最低じゃん。お前マジでチャンピオンになりたいの？やってるつもりになんない。やめようかなみたいな、やめた方がいいのかなみたいな、なんかまた遠回りかみたいな思ったら、向いてないのかなって思います。言ったらやらなきゃいけないんで、言ったらやらなきゃいけないし、格闘家は多分それが一番大事じゃないかなって思うので、みんなより私はできないことをそのままにしたくないって気持ちが強いし、私ならやれるって思ってるんで、なんか全部ひっくるめてこれでよかったって言えるようにしたいですよね。